はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿5丁目の兄貴、金田ロッキーです。さあ、今日は初めての試みです。この前ね、このお姉さん占いに来てくださったんですけれども、実はペットがいると。ロッキーさん、ペット占いますかと、ね、ということで、別に人間と一緒やから、僕タロットやる時っていうのは、まあ占う人の、名前、イメージ、僕のスピリチュアルパワーに入れて、で念じてその何々さんのことを占わしてください、全体を見せてくださいで、カードを飛ばしてシャッフルして並べたら出せるんですよ。でペットも同じことやなと思ったんですけども、実はやってるようで 今までやったことなかったということで、今日は素敵なゲスト来てくださいました。はい、どなたですか？どなたですか？こてつです。はい、こてっちゃん。はい、こてっちゃん。はい、これ種類なんですか？これトイプードルです。はい、トイプードルのこてっちゃん、初めての動物ゲストじゃないですかね、占いロッキーちゃん。こてっちゃん、こてっちゃん、大丈夫ですか。もう尻尾がたまらん。はい、ということで、だから、まあ、このこてっちゃんのね、とりあえず動物、人間と喋れないですから、この、まあ、どう思ってるかというのね、もうこてっちゃんの今の、心理状況というか、どう思ってるか、はい、全体運というか、なんというか、はい、それをちょっと出していきたいと思いますので、今日は初めての試み、お付き合いくださいませ。こてつのね、肉球と人相を僕占いたらいいんですけどね、それはちょっとできません。はい、しかし、まあ、カードでちょっとやりますのでね、はいはいはい、この私がいつも使っておりますカードで占いますので、はい、どのような結果が出るのか皆さんお楽しみに。ではこてっちゃん占うよ。なんか興味津々。気になる？これでこてつの念が入る。念入れて、じゃあもう目の前にいてね。だから要は、はい、こてつの、はい、ことをちょっと別の今の気持ちを出してください。見てる見てる、ごっつい見てる、ごっつい見てる、こてつごっつい見てる。こてつのこと占うよ。こてつのこと占うよ。こてつのこと占うよ。占ってもらって。はい、一応結果が出ました。まあそっちから見てね、数字が上なのが正位置っていうことでちょっと占わせていただいたんですけれども、まあ普通人間占うときは過去、今、未来みたいな感じやねんけれども、まあ全体的な最近の流れというか、なんというか、そんなんで見させていただいたんです。はは、大丈夫大丈夫だね、丈夫、テンション上がっちゃったからね。テンション上がっちゃったからね。はい、なんかバランス取れない、うん、バランス取れないみたいなのが出て、節制できてない、バランス取れてない、ほんでちょっとなんかモチベーションが復活でけへん、モチベーション上がらんみたいなのが出てるのよ。ほんでただ、まあ、またそこを乗り越えて、楽しいのは楽しい、充実してる、お金大丈夫、まあ、あんたね、ママいるからね。でもスーパーニートだもんね。お金じゃない、まあ充実してるみたいな感じは出てんねんけれども、ここに来てまたなんかバランス取れないみたいな出てんねんな。この子だけやろ今。今飼ってるのはこの子だけですね。あ、ほんま、うん、ほんでな、なんかやっぱり復活できない、うん、モチベーション上がらん、まあ、楽しいねんけれどもまたバランス取れないみたいな出てくるの、うん、なんかだから2つのことを、うん、でもママといては楽しいと思うねんけれども、うんうんうん、
なんかってこうアップダウンアップダウンみたいなことってあった？ちょっとストレスたまるようなこと、気になることそしたら、うん、コロナ期間から保護猫とか保護犬を預かるようになって、うんうん、うちにいろんなワンちゃん猫ちゃんが来るようになって、うん、まあ、楽しそうにはやってるはやってるんですけど、うん、そこがもしかしたらバランス取れないのかなって思いますね。ああ、ほんま、はいはいはい。ほんなら、来たら来たれど、ストレスになってる？この子の楽しそうにしてる？楽しそうにはしてますね。でも、ちょっと私が猫とかまってると、やきもちはやきます。ああ、なるほど。だからそこの部分と、あとほんで、何保護猫、飼い主決まったら行っちゃうのか。あ、そうです、行っちゃいます。結構1週間とか2週間ぐらいで行っちゃいますね。ほんならそれが寂しいんかも。だからおる時は楽しいけど、あるいはママが構ってくれへん時は寂しい、うん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 、まあ一緒に猫ちゃんと遊べる時は楽しい、うんうん、いなくなったらまたちょっとバランス取れなくなる。だからあるかも。まあね、2人でいて、うんうん、人気で遊んで楽しかったのがね、天秤の片方いなくなるわけやから、うん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 、それがちょっと出てる。そうなの？こてつそうなん？こてつちょっといなくなったら寂しいか。寂しい。ワンゆえこれ寂しいの？うん、だからそんなんが出てんのよ。ママといるのはいるので、うんうん、あるいはそのだ、ね、仲間がおるときは楽しい。ほんでな、やっぱり仲間欲しいんちゃうかな。仲間欲しいの？うん。ほんで、どうその保護猫はいつ来るかわからないみたいな。わからないですね。あ、ほんま。いろんな時期に来ます。そっか、ほんならまあ来たら来たで楽しいんやろうけれども、また行っちゃうとき寂しい思うね。あんな常に1匹ぐらいな、なんかもう1匹犬か猫ちゃんか、うんうんうん、どうなん、飼われへん？多分いる方が楽しいとは思うわ。うん、ほんならその来て、うん、いなくなって、うん、みたいなストレスがなくなるんちゃうかな。それまた獣医さんから聞いて、犬の心理状況ってどうなんですかってちょっと専門的な方から、うん、俺そうや思うね。ちょっとまた寂しい、来たらなんていうか歯車回らんようになるというか、はい、ないろんな部分でもストレスも出てくるんちゃうかな。うん、そうなの？どうなの、こてちゃん？こてつどうなの？うん、はい、そんなんが出てるんで、ちょっとこてつが一番こう常に楽しく折れる方法、バランス取れる方法、うん、うん、なあ、ワンワンちゃんこんなん言うたってちっちゃいこと一緒やからな。2歳児3歳児ぐらいと一緒ぐらいか。今は3歳です。うん、で人間のあれやろ、子供の2、3歳と同じぐらいの知能。いや多分知能、ね、年齢はだからもう20歳ぐらいか。そうですね。あ、そうやろな、ね、うんうん、だから知能的には多分2、3歳児ぐらいやと思うから、う、ね、まあ、子供と一緒やからな、やっぱり寂しい部分。うーん、ママずっと構ってあげれるんやったらいいけれども、まあ、それはちょっと仲間来て行っちゃっていうやったらちょっと寂しい部分あるから、うん、そこの部分ちょっとケアしてあげることを考えたらええんちゃうかな。なあ、こてつ、そう思うよな。そう思うよな。おっちゃんとこまた遊びにおいでや。なあ、おっちゃんとこ遊びにおいでや。こてつ、次子供産ませようかなと思ってて。こてつに？こてつ、うん、はいはいはい。で今3歳で、うん、で次の、うん、発情期ぐらいで多分子供産ませるタイムリミットぐらいなんですよ。うん、はい。発情期で犬っていつあんの？春先とか？年2回あって、うん、でその時じゃないと子供は作れなくて。そっかそっか。こてつちなみにメスなんですよ。あ、メス？メスでこてつ？そう。メスで山本小鉄。はいはいはい。いや、山本じゃないけど。なるほどな。そうですそうです。うん、なので、それもどうなのかなと思って。はい、それちょっと見てみましょうか。あ、いいんですか。はい。2キロで、まあ、俺が多摩川で釣り上げる鯉の方が大きいな。
これでもまだ小さい子です。ただお腹卵持ってるし、大きかった、重かった。過去いうのはさっきと同じような出方、まあまあ過去の流れやからな、これ未来見んねんけれども、子供産んでどうですか、はい、やっぱ同じようなバランス取れてる時、自分のわがまま通らん時、ママがな猫の方をかまったわがまま通らんとか、うん、いる時は楽しい、やっぱりちょっと困難が出てるな、やっぱりそこはちょっとケアしてあげた上で、うん、でな、なんとかこれがな未来やねんけども、木が全部枯れて新しい木が生え始めるみたいな意味になります。でこれはバランス取れます、節制できます、体も多分耐えうると思う、うん、外に羽ばたく、うん、外に羽ばたく、うん、なんていうか、あのエッジするのがね、あのあ初めての、ね、もう天にも昇るぐらいの気持ちよさかもしれません。その母になるということがね、はい、この子にとっていい経験になる、新たな経験というか、あの外に羽ばたく、うん、まあだからワンちゃんもそれもいろんな経験させてあげるべきちゃう、体大丈夫やと思う。あ、本当ですか。まあまあでもあなたが言うそのなんかね、最後の発情期ぐらいそんな感じになると、はい、なるんやったらもうそこでそうした方がいいと思うし、はい、どうなん、あのブリーダーさんところもこの犬産ますための犬って何歳まで産ますの、一回産ますときはもうずっと10歳ぐらいまでできんの、だいたい多分4歳とかぐらいで終わりが見えてきて、うん、特にメスはもうその妊娠しなくなるのか、妊娠しなくなるし体に多分負担がすごいかかってしまうので、あ、そっかそっかそっか、うん、そうですね、多分それぐらいだと、これはむちゃさせられるかな、うん、そういうんやったらまあここがもう最後なんやったら俺それでいいと思う、うん、ただこの子にとってすごいいい経験になると思うし、うん、ママになってこの子はまたいろんな部分芽生えてくると思うから、そうなんだ、うん、なんか結構迷ってたんですけど、うん、私の体が心配で、でも大丈夫そうだね、うん、それは大丈夫そうですね、はい、だってこてつ、うん、これちゃんとええママなるのよ、ええママなるのよ、笑ってる、笑ってる、はい、まあだからあとちょっとね、普段だけちょっと寂しくないようにはいしてあげてくださいというか、なんというか、はい、うん、はい、それだけ考えてあげれば、まあ、もう一匹ぐらいおった方がいいんかな、猫ちゃん、うん、この子が常に寂しくないように、常にいる子、ほんで、あれな、あとはお仕事で出かけていくんでしょ、そうですね、でも最近は在宅でやってはいるんですけど、まあ、あ、そうかそうか、でまたね、あの会社行くことになるかもわからへんやろから、そうですね、うん、欲しいんだ、普通欲しい、ワンギュウェイ、テロップで言ってもらおう、ということでございましてですね、はい、こてつちゃん、こてつちゃん来年にはママになるのかどうか分かりませんけれども、はい、そんな感じで、まあちょっとね、あのこてつの寂しさだけ紛らわされるようにね、うんうんうん、してあげていただければ結構だと思います、はい、はい、そんなこんなで、まあ別にペット連れてきていただいたらいいんですけども、写真持ってきていただいて名前聞いた僕できると思いますので、要はもう人間占いのと一緒ですからね、ペットだってテンション上がったらいいけど、お膝の上だからね、うん、はい、ということでございまして、はい、ウサギでも多分何でもできる思うんでね、こいつ当たってる、はい、もしペットのことを占っていただきたいという方は、はい、ぜひぜひぜひいらしてください、はい、ということでね、こてつちゃんちょっと仲間欲しいな、な、うん、はい、ママに おねだりしなさい、買う？いい子やね、この子は、うん、大暴れせえへんし、大暴れする子はもうでーもうえらいことになるで、ね、はい、こてつおって、これね、ちょっと膝の上だとできないよ、こてつ、おて、こてつ、おて、もう一回登らせてもらう、こてつ、こてつ、お座り、こてつ、お座り、お座りして、お座り、はい、おて、おて、おて、何や、ようわからん、かわいい、こてつ、はい、ということで、ロッキーさん、初めての
ペット占いでした。ペット占いでした。ガチャン言ってます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。尻尾でバイバイ。バイバイ。カメラ見て。カメラ見て。尻尾がバイバイ言ってる。さようなら。さようなら。